2021年の競馬の神に対する視聴者の反応集。クラシックは3頭別の馬に取らせて、それぞれ個性つけた上でコバでも G1 取らせよ。お前らオタクってこういうの好きっしょ。実を言うと飯以外で6に合わせたことのない手のひらを合わせるレベルで感謝してる。金馬場の少し前にやったばかりだというのに。それ93年と99年にやりましたよね。天丼好きやろ。コバ G1 は初なんで。ついでに牝馬路線は白毛のスーパーアイドルと馬娘人気の立役者の娘と三冠馬配合に取らせるか。白毛の G1 馬をいきなりお出しするの怖いよ。マジで育ちがやばい。あんな真っ白で綺麗なお馬さんを馬娘で盛り上がってる時期に G1 勝たせるのやばくない？白毛のアイドルホースを出すタイミングがちょっと偶然としてはできすぎてるわ。競馬新馬娘やっとるやろ。さらに同世代別距離の重賞5個取ってる影のアイドルホースとは親戚で幼馴染とかできすぎなんよ。対局の黒影のライバルは厩舎の先輩の子供だし、能力だけなら白毛のスーパーアイドル以上と言われる名古屋暴走娘。いや、有馬もいける可能性あるって騎手自ら言われるって何？お前ら穴馬が努力で勝つのも好きやろ。ほれ。馬娘が本リリースして初めての重賞がギベオン金古賞派、さすがにやりすぎと思いますよ。神。2022年競馬の神、なんか去年はルメールとユイチとタケシばっかり勝たせすぎたわ。今年はいろんな騎手勝たせたる。やる気あるんだかないんだか。言うてユイチは落馬事故復帰直後のフェブラリー、サツキ勝ってるし、ルメールは海外重賞を2勝。タケシも G1 こそ取れてないけどチューリップ勝ってるし、勝率的にも去年よりいいんだよな。エフフォーリア、サツキ、アキテン、アリマ、シャフリアール、東京優春、ドバイシーマ、タイトルホルダー、キッカ、ハルテン、宝塚、我ら。運感情をなくした最強競馬マシーンは人気出たけど、なんかキャラ立ち薄いな。せや、牝馬に囲まれて動揺する童貞キャラも付け足したろ。今年の競馬新、馬娘から競馬始めた人に間違った知識を教えるために、普段あまり勝てない海外重賞勝たせまくって、日本の馬は海外では蹂躙できることと、逃げ馬は海外で勝てると錯覚させてくる。まず逮捕逃げ切り勝ち。運喫下賞に比べると地味やな。せや、シルバーソニックから馬発進したろ。なんや新規は新の癖馬の凄みを知らんな。せや、メイケイエール獅子舞、ギルデッドミラー二度ダッチ、リフレーム社交の欲張りセットで魂に刻みつけたろ。でもお前、赤い鳥の娘引退させたじゃん。明かりだけじゃなくレイナス、ヨカヨカ、ディバインラブ、みんないなくなってしまった。ユーバーレイベンちゃんの名前に説得力持たせてやりたいな。せや。走ってくれるだけで嬉しいよ。勝っても欲しいけど無理はしないで欲しい。障害？お銃でいっか。むしろお銃、石神コンビで運命に立ち向かってる感がある。武豊がプロモーターやっとるんか。せや。武豊朝日杯優勝、同レース22度目の挑戦で悲願達成。武豊大好きキーファーズ G1 初制覇、ついでにダービーも制覇。この神さ、今年の神ノリノリやな。毎年ノリノリだぞ。去年のシナリオ担当は真っ当にドラマチックにやってて、今年のシナリオ担当はドラマチックにしつつコメディ混ぜてる気がする。世間ではいろんな意味で受けたから良いけど、一部キャラ改変がひどすぎるんだよな。結局どの年だって、こっちがドラマ見出そうと思えばドラマで見れるからな。去年今年に限った話じゃないさ。無法この三冠馬たまんねえ。曇らせてからの最高の引退レース見てえ。あんま曇らねえんだよこいつ。気が強いわけではないけど、ふてぶてし左派三冠馬でもトップ争いだわ。いい意味で現代っ子ぽさがあるよね。馬娘開始直前の JC の三冠馬三頭の激突でワンツースリーフィニッシュはできすぎでしたね。ここからキッドくんがコバ G1 勝ってクラシック三頭に挑んできたら最高だよね。クラシック三頭プラスキッドくんで接戦とかやってくれねえかな。そのレースだけでご飯10杯はいける。何それみたい。おい競馬の神、もう一仕事しろ。三冠レース解禁したステラベローチェも混ぜてくれ。来年は三冠作ったろ、とかないかな。21世代は受難続きだな。春に続いて秋も世代の有力馬が白紙だなんて。頼むから、やっぱ大丈夫そうだわ、勝ったわ、のフラグであってくれ。春全休の予定から撤回して3連勝し、小馬最強格になった馬がいますね。つまり F4 の秋全勝待ったなしやな。北海道で熊師匠の指圧を受けて復活した F 君が秋小馬三冠決めるの待ってるよ。F4、誰が何と言おうと俺は応援しているぞ。怪我には気をつけてほしいけど、もう一度お前をイナーズサークルで拝みたい。まあ無理して余計悪くなるとか嫌だし、F 君はこの気にしっかり体直してきてくれよ。仮に来年になっても待ってるからな。競馬の神は豊かの引退レースでどんな奇跡を起こしてくれるんだろ。いくら競馬の神が邪神とはいえ、豊かレベルの功労者をないがしろにすることはないと思うんだよね。豊か一着、豊か一
を上げたオグリキャップ、こうだぞ。いろいろ待て。オグリ蘇生は JRA 君の壊れかけた脳がさらに壊れてしまうので許したってください。あれは左手と言って、右手じゃないんだ。最後に残った G1 ことホープフル S で花さ2着。乗った馬が羽を生やして物理的に天高くに飛んでいって競争中止やぞ。間違いなく飛んだってそういう。機大の逃げ馬の引退に合わせて僕も引退しますって言って引退ありまファックするよ。体の上部災害は鈴鹿そっくりなクリゲの馬と秋天制覇。もう全員到着ぐらいはやってのけようぜ。とりあえず G1 全冠は達成してほしいな。引退レースがちょうど G1 初挑戦の若い騎士と戦って花差で敗れて新しい世代に全てを託して再現に転職するよ。おぐりの子孫にラストランありまで騎乗して勝利だ。きっとそうだ。地方から出てきた春天連覇と天皇昇春10連覇の足毛の逃げの三冠馬オグリインパクトで有馬記念大差勝ちやぞ。エビナ厩舎で馬主がキーファーズの馬でホープフル引退ファックを決めるんだ。そしてその後この馬は乗り換わった池添えで無敗の三冠を達成するんだ。池添え泣くだろ。池添えじゃなくても泣くはこんなん。なんか乗りくら減ってるなーで気づいたら引退しててほしい。引退レースとか寂しくてまともに見れんわ。今のところ豊さん自身に引退する気ないみたいだし、もしそういうこと言い出しても JRA が、週に1くらでも良いから乗り続けてくれ、って全力で止めるんやろな。というか嫌だ、豊が引退するなんて。引退は仕方ないけど、ずっと競馬関係の仕事をしてほしい。80超えてもジョッキーやれ。ここまでの流れ見てマジで好かれてるなぁ竹豊ジョッキー。